い、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は火曜日ということでエンジョイイングリッシュと体操遊びが行われました。まず体操遊びでは2回目の縄跳びを行っていったんですけど、子どもたち跳べなくてもでも跳べるようにすごく頑張る姿が見れて、そしてあとはお外が寒かったので最初寒いって体が固まっている子が多かったんですけど、たくさん体を動かして、でお部屋に帰る頃にはもう暑い暑いって言っている子がいて、たくさん体を動かして楽しく体操ができたようで、私も嬉しかったです。でそして午後なんですけど、少し時間が余ったので、泳ぎ会のダンスの振り付けの方を少しだけ行っていきました。で女の子はもう今日の振り付けの練習をする前にもう女の子たちで振り付けを話し合ってたみたいで、もうダンスできてるよって言ってくれて、もうみんなですごく息の合ったダンスを見せてくれました。そして男の子は今日、男の子も最初は振り付けどうしようってなかなか最初は案が浮かばなかったんですけど、ある一人がこれいいんじゃないって言ってから、すごく案がポンポン出るようになって、そう、女の子も男の子もやる気を持って、泳ぎ会の振り付けの方を、進めてくれたので、もうこれからがすごく楽しみになった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。